リカシ、ヤクリ、キカウ、ハジマリメス。オノノコ町について。今回の歴史ゆっくり聞こうは、オノノコ町について紹介していこうと思います。不可解な小町のイメージ。オノノコ町ほど、有名でありながら、謎に包まれている女性はいないだろう。歴史に全く興味のない人でも、百人一首に載っている彼女の歌と名前くらいは知っている。彼女は、美人の代名詞のように例えられ、楊貴妃、クレオパトラと共に、世界の三大美人とも呼ばれているぐらいである。しかし、実際のところ、彼女が平安時代前期、9世紀の中頃、の女流歌人であり、六歌仙、36歌仙の一人に選ばれているということが分かっているぐらいで、その出生も、生い立ちも正確なことは、何一つ分かっていないのが事実なのである。また、彼女の名前も不明である。小町は彼女の名前などではない。では、小町とは何なのか、それは役職や官位などを表す記号のようなものなのである。平安時代、女性は実名では呼ばれず、父や夫の役職名で呼ばれることが多かった。例えば、小野の小町よりは、150年ほど後に宮仕えをした枕草子の作者、清少納言は、父の清原の元助が少納言であったため、清と少納言の二字を取って、清少納言と呼ばれるようになったのである。源氏物語の作者、紫式部の場合も、父は藤原のため時という文人で、役職は式部だったことから、清少納言の場合と同じく、藤式部と呼ばれていたようだ。ところがその後、彼女が源氏物語を書き出し、その中で、紫の上、を書いたあたりから、いつの間にか紫式部と呼ばれるようになったらしい。随心院、小野の小町の邸宅跡とも、彼女が晩年住んだ場所とも言われる。そういう意味で、小野の小町も、小野氏の娘であったと考えられている。小野氏は遣隋使で有名な小野の妹子を祖先とする中級の貴族だった。京都、山科の随心院の近くには、小野の里と呼ばれる場所があり、小野一族のゆかりの地が今でも残っている。彼女が小町と呼ばれていたということは、要するに、天皇の後宮である皇位だった可能性が高いと考えられている。天皇の妻は、皇后、中宮、妃、明後、皇位という順に位があったが、明後までは殿下が与えられたが、後宮の中でも、一番身分の低い皇位は、女優名殿という建物の中を屏風や記帳などで、簡単に仕切って、その区画を与えられていたに過ぎなかった。長方形に仕切られた部屋のことを町と言っていたので、それが小町と呼ばれるようになったゆえんであろう。初期日本後期には、平安前期の昭和9年、842年、仁明天皇の後宮で、小六位の神に任じられた、小野の吉子という女性が記録されているが、小野の吉子は、皇位の位であったことから、彼女こそが、小野の小町だったと考える説もある。あるいは、彼女には、姉がいたらしいから、吉子の妹だという意味で小町と呼ばれたとも考えられる。おそらく、小野の小町はこの吉子本人か、もしくはその妹だったと考えてほぼ間違いないように思う。しかし、わかるのもそれくらいで、全く彼女ほど、実像のわからぬ人物も珍しいと言えるのではないだろうか。伝説が一人歩きをして、実像を超えた典型的な人物なのである。では、どうして、そのような伝説、とりわけ、小野の小町が、絶世の美女だったという伝説が、確定的な証拠もないのに後世に付け加えられることになったのだろうか。全国各地に伝わる小町伝説。彼女には、
全国各地に絶世の美女であったという小町美人伝説やそれにまつわる数々の逸話がたくさん残されている。一説には彼女は出羽の国、秋田、山形の間に生まれたという。大層美しい娘だった彼女は13歳にして京へ上り、都の風習や教養を身につけ、その後20年間宮中に出仕した。彼女はまた非常な美人で、その才女ぶりは数多の女官中並ぶものがないと言われ、それゆえ数多くの男性から求婚されたが、彼女は応じることなく頑なに拒み続けたというのだ。宮仕えを辞めてからは世を避け、ひっそりと功を焚きながら92歳で天寿を全うしたというのである。また別な説では、小野小町は若い頃の絶頂期の栄華に比して、その晩年はあまりにも不幸であったかのように描かれている。多くの男性の誘いを断り続けるうちに、次々と親兄弟に先立たれて、権力の後ろ盾を失って一人になってしまった彼女は急速に没落してゆく。そしてあれだけ美しかった容貌も見る影もなくやつれ果ててしまうのである。誰にも見向きもされなくなった彼女は仕方なく養子の妻となるが、それも夫や子供に先立たれてしまい、最後には乞食となって地方を徘徊するというのである。とんでもなく壮絶な話だが、こういったストーリーが作られたのは500年ほど経った後世になってからで、いずれも真実ではない。では小町の美しさや彼女の性格を物語る有名な逸話の一つ、深草の少将の百夜が宵の話はどうであろうか。彼女は多くの男性から求婚されたが、中でもとりわけ熱心だったのが小町の美しさに魂を奪われた深草の少将だった。彼は小町に執拗に愛を強要するが、途方に暮れた小町は仕方なく百夜、私の元に通い詰め、満願となった時、晴れて契りを結びましょうと約束したのである。少将の屋敷から小町の屋敷まではやや傾斜気味の登り道が約6キロほどあり、歩けば1時間半くらいはかかる距離だが、毎夜通うとなればかなりの忍耐を必要とする。しかも夜の少将は昼間は多忙の身でもあった。だが小町の心を得たい一心で、少将は恋文を持ってこの地道で辛い百夜通いを開始した。来る日も来る日も、雨の日も嵐の夜も黙々と通い詰め、睡眠不足に悩まされながらも99日まで頑張った少将であったが、最後の晩、ついに過労と大雪のため力尽き、途中で凍死してしまうのであった。小町が男たちの恋文を埋めたと言われる図か、随心院。京都の山品には、今も、深草の少将が小町の元へ百夜が用意したという通い道が残っている。あと少しで念願が達成できたはずの気の毒な限りの少将だが、しかし、この深草の少将は実在の人物ではない。つまり、後世の人が、小町の美人伝説を強調するあまり、勝手に作り上げた逸話に過ぎないのである。小町の生きた時代。ところで、小野小町が生きた平安時代初期はどういう時代であったのだろう。桓武天皇が794年に平安京に都を構えて、平安時代が到来するが、この頃はまだ奈良時代の面影を色濃く受け継いでいた。つまり、中国、唐の影響が色濃く見られていた時代で、王朝絵巻に登場する貴族や十二人絵を着て長い髪に扇をかざして、牛車に乗った名吾というイメージになるのはまだ100年以上も先の話である。つまり、平安初期、9世紀の中頃、ヘアスタイルにしても、髪上げをして、髪の毛を頭の上で束ねて結髪をするという感じであった。眉は蛾眉といって蛾の触角のような形をした眉を引いていた。
化粧にしても、頬紅と口紅をつけていたぐらいで、顔全体にお白いを塗りたくる習慣などはなかったと思われる。衣装は、元呼ばれる色とりどりの縦縞入りのスカートを履き、カラフルな絹の上着を着て、その上から細い紐で結んでいたようだ。手には長い柄のついたうちわのようなものや匂い、わらび型をした30センチほどの用具を持っていたのである。アスカ白鳳時代の仏像、マヤ婦人像、インドの仏教美術は、中国、朝鮮と伝わる過程で、中国的な特徴に変化する。小野の小町も、このような服装をしていたに違いない。この、いわば、天平スタイルと呼ばれる服装が、当時のトップモードであり、当時の人々の羨望の的であった。この頃の貴族が、いかに当時の先進国、唐の文化に強い憧れを抱き、意識していたか伺い知れるところである。百人一首のカルタなどで描かれる小野小町は、十二一重を着て長い髪の姿の美人画で知られているが、これは鎌倉時代、13世紀に描かれた佐竹本36歌仙の絵姿による影響によるもので、実際の小野小町は天女のような服装で宮仕えをしていたと思われている。食生活にしても、中国文化の影響を受けて、動物や魚の肉を焼いたり蒸したり油で加工したりして、様々な調理方法が誕生した。調味料は塩、酢、油のほか、バターや牛乳なども使われていたようだ。病的な平安中期の美人像。思えば、この当時の貴族はまだ健康的な生活を送っていた。ところが150年ほど経った平安の中期頃になると、中国文化の影響を脱して、日本的な特色が多く見られるようになる。しかしそれは、皮肉にも非健康的で非衛生的な方向としか言いようのないものであった。食生活は豪華だが塩辛い干し物中心になり、新鮮な野菜などは取らない。それに加えて、日がな一日、部屋に閉じこもって体を動かすこともない。こうして、運動不足も加わり、極めて不健康で病的なものになってゆくのだ。貴族の顔色はいつも病的に青白く、それを意識してかどうか知らないが、男女ともにコテコテにお白いを塗りたくるようになる。そのお白いにしても、鉛成分が含まれており肌にいいはずがなかった。しかも、乾燥するとすぐに剥げ落ちる品質の悪い白物であった。もし面白いものなどを見て笑おうものなら、たちまちボロボロと白いが剥げ落ちるので、特に女性の場合は常に無表情でいることを強要された。そのため、手には絶えず火扇というものを持ち、笑い出しそうになったり、急に表情が崩れそうになると即座にそれで顔を隠したのである。当然のことながら、火扇はなくてはならぬアイテムとなった。着るものにしても、十二一重といった大層豪奢で凝った作りのものになっていくのだが、十数枚も重ね着をするわけで、厚さ十数センチにもなり、夏でなくともむせ返ったわけで、大衆が匂わなかったはずはない。その匂いをごまかすためか、香がいつも炊き込まれていたらしい。このように、美意識の基準は大きく変わり、特に、女性の場合は、髪が長くて艶があることがまず挙げられるようになる。髪の長さは平均で3メートル以上はあったと思われているが、髪を洗う習慣はなく、沐浴時においてぐらいであった。しかし、その沐浴にしても、5ヶ月に一度ぐらいしかなかった。眉にしても、地毛の眉毛は全て引っこ抜き、本来、眉のある位置よりも上に棒眉といった形状の眉を描くようになる。目と眉毛の位置がかなり離れるために、遠目にもコントラストがついてわかりやすくなるが、近くから見ると、幻想的で異様な感じに見えたに違いない。しかし、それが美人の条件で、
眉と目が離れていればいるほど美しいとされるのである。また女性は10歳頃になるとお歯黒といって歯を黒く染めたが、これは白い歯は目立ちすぎて気味が悪いというおかしな美意識によるものであった。こうして平安時代の美人である条件は、中期になるとただの容姿のみが美しいというのではなく、それ以外の要素の方が外面の美しさよりもむしろ高い比重を持つようになっていくのである。小町を絶世の美女にしたもの、紀貫之。平安中期を代表する歌人、872年から945年。そういう意味からか、小町の美人伝説を生み出したのはこの頃の歌人紀貫之の彼女に対する評価が第一の原因だと考えられる。紀貫之は平安中期を代表する歌人で、小町を絶賛して六歌仙の一人に選び、また20詩近い彼女の歌を自ら編纂した古今和歌集に収めたのであった。六歌仙を選んだのは紀貫之自身によるものだが、その中で彼は小野小町の歌を称して外織姫と漢字が似ていると感想を述べているくだりがある。小野小町は古の外織姫の流れなり、哀れなるようにて強からず、いわば良き女の悩めるところあるに似たり、強からぬは女の歌なればなるべし、紀貫之。外織姫とは日本書紀や古事記で登場する古代美人で、和歌三人の一人に数えられているほどの和歌の名手であったと言われている。またあまりに美しい女性であったため、その美しさが衣を通して現れたほどの絶世の美女でもあったらしい。紀貫之は小町の歌をか弱くも美しい女心を歌った点で外織姫の歌と同じような感じがすると感想を述べただけであった。つまり小町の歌を評しただけで、小町が美女であったなどとは一言も言っていないのである。だいたい貫之は小町よりは80年も後の時代の人間で、小町とは会うことすらなかったのだ。要するにこの文章が誤解されて、歌の作者であった小町本人が外織姫と似ていると解釈されていったと思われるのである。こうして小町美人伝説は急速に広まっていくことになる。そして長い年月を重ねる間に尾ひれも付け加えられて、小野小町は絶世の美女であり、不覚さの少将が彼女に拒絶され続けても100夜の間欠かさず小町の屋敷を訪ねたという物語まで創作されるに至ったのである。いわば紀貫之の書評こそが後世の伝説を生み出す原因となっていると思われるのだ。実際のところ小町が絶世の美人だったという確実な証拠は何一つない。小町は権力争いの犠牲者だった。また六歌仙に選ばれた人たちはその内情を見ると左遷され失脚している立場の人ばかりである。当時門徳天皇が治世に当たっていたが、天皇には長男のこれたか親王と次男のこれ人親王がいた。単純に考えれば長男のこれたか親王が天皇になる予定だったが、これたか親王の母方が日野氏だったのに対し、次男のこれ人親王の母方は藤原氏だった。当時藤原氏は大変な勢力を持っており、そのために圧力がかかり、次男のこれ人親王が次期の天皇の候補となったのである。それと同時にこれたか親王側にいた貴族らは次々と地方に飛ばされ、失脚の浮き目にあったのである。六歌仙の一人文野の安秀も三河の三等官として左遷されている。同時期小野小町も失脚したと見えて、お互い慰め合うような和歌を交わしている事実でもこのことがわかる。わびぬれば身を浮く草の根を耐えて、誘う水あれば否むとぞ思う。寝なし草のようにふわふわと目的もなく生きがいのない日々を過ごしておりますので、
お誘いくだされば共に行きたい心境です。一方、政権争いに敗れた惟高親王の方はというと、政治の表舞台から姿を消さねばならず、泣く泣く滋賀県の山奥に隠姓せねばならなかった。彼が隠姓した地は小野氏のゆかりの地であった。そこには小野の高村神社というものが今でもある。小野の高村は小町の父か祖父だと言われている人である。つまりこれを見ても小町は惟高親王サイドにいたわけで、彼女が政治の駆け引きによる影響をもろに受け、その結果として失脚していったと考えられるのである。つまりは彼女は政権闘争の犠牲者でもあったのである。そして紀貫之自身も引けの人間であることから、六花仙を選ぶにあたり半世紀ほど前に辛酸を舐めさせられて政治の表舞台から消されていった同胞に対する憐憫の情も加わっていることは否めない。いわば同情票のようなものであると考えられるのである。その後失脚してパッとしなくなってからも、小町は高級としてかつて仕え他人の天皇を裏切らまいと律儀に男たちの誘いを断り続けたのではないだろうか。そうした彼女の頑なな態度に業を煮やした男たちのやっかみが、鼻持ちならない嫌な女のイメージを作り上げ、彼女の落ちぶれた半生をさらに壮絶なまでに輪をかけて惨めなように変えていったと推測できるのである。巨像の価値はいかほどのもの。大阪城落城のヒロイン千姫が妖艶で陰本な悪女であったかのような伝説が生まれたのも、彼女が当時住んでいた江戸城の一角吉田御殿の井戸からわけのわからない人骨が多数発見されたことに端を発している。千姫は欲求不満のあまり、夜な夜な男を求めてはもて遊び、飽きては殺し、飽きては殺し、その亡骸を井戸に投げ込んで次々と男あさりを続けたというのである。しかし事実は、出土した人骨はかなり古いもので、彼女とは全く関係がなかった。陰本な悪女というイメージは後世の人が勝手に想像してでっち上げたものだったのである。つまり彼女はとんでもない濡れ衣を着せられたことになる。逆に小野小町の場合は権力闘争の犠牲となり、人生の後半は月にも見放され、恵まれない状態で寂しく一生を終わっていったかもしれないが、後世の人から絶世の美女の代名詞のような評価を得たのだから、きっと天国でほくそ笑んでいるに違いない。それは貧困の中で死んでいった名もない画家の作品が、その後何世紀も経ってから途方もない価値がついたようなものとよく似ているような気がするのだ。いつの世にもスキャンダラスな噂や刺激的な伝説は人々の触手を動かす存在である。人々によって作られた巨像はいずれ一人歩きしていくが、一方人々の方もいつしか本物と思い込み、執拗に追い続けていくことになる。セイゴメイドミタクラッドアリガトゥモシヨカタラチャンニラトゥロクウォニゲサメスウコノシェアクノボトンウォアセタクダセ Please push this シェアクボトン Please push this シェアクボトンエドコノダウガモミッミッキュダセニ Please also see this animation And please push this button 中宮、妃、明後、皇位という順に位があったが、明後までは殿下が与えられたが、皇宮の中でも一番身分の低い皇位は従明殿という建物の中を屏風や記帳などで簡単に仕切って、その区画を与えられていたに過ぎなかった。長方形に仕切られた部屋のことを町と言っていたので、それが小町と呼ばれるようになったゆえんであろう。初期日本後期には平安前期の昭和9年842年、仁明天皇の後宮で、
小六位の紙に任じられた、小野吉子という女性が記録されているが、リカシ、ヤクリ、キカオ、はじまりめいす。小野小町について、今回の歴史ゆっくり聞こうは、小野小町について紹介していこうと思います。不可解な小町のイメージ。小野小町ほど、有名でありながら、謎に包まれている女性はいないだろう。歴史に全く興味のない人でも、百人一首に載っている彼女の歌と名前くらいは知っている。彼女は、美人の代名詞のように例えられ、楊貴妃、クレオパトラと共に、世界の三大美人とも呼ばれているぐらいである。例えば小野小町よりは、150年ほど後に宮仕えをした枕草子の作者、清少納言は、父の清原の元助が少納言であったため、清と少納言の二字を取って、清少納言と呼ばれるようになったのである。源氏物語の作者、紫式部の場合も、父は藤原為時という文人で、役職は式部だったことから、清少納言の場合と同じく、藤式部と呼ばれていたようだ。ところがその後、彼女が源氏物語を書き出し、その中で、紫の上、を書いたあたりから、いつの間にか紫。しかし、実際のところ、彼女が平安時代前期、9世紀の中頃、の女流歌人であり、六歌仙、36歌仙の一人に選ばれているということがわかっているぐらいで、その出生も、生い立ちも正確なことは、何一つわかっていないのが事実なのである。また、彼女の名前も不明である。小町は彼女の名前などではない。では、小町とは何なのか。それは役職や官位などを表す記号のようなものなのである。平安時代、女性は実名では呼ばれず、父や夫の役職名で呼ばれることが多かった。紫式部と呼ばれるようになったらしい。随身院、小野小町の邸宅跡とも、彼女が晩年住んだ場所とも言われる。そういう意味で、小野小町も、小野氏の娘であったと考えられている。小野氏は遣隋使で有名な小野の妹子を祖先とする中級の貴族だった。京都、山品の随身院の近くには、小野の里と呼ばれる場所があり、小野一族のゆかりの地が今でも残っている。彼女が小町と呼ばれていたということは、要するに、天皇の後宮である高位だった可能性が高いと考えられている。天皇の妻は、皇后、